積み重ねだと思うな。なんか小さい時からのその時目先でいいとか悪いとか分かんなくてもやっぱりあのちゃんと定められた正しいことを正しくやってくれば後々になってね、ああやっぱ良かったんだなっていうことが、親子の関係はやっぱそういうことで後になると分かってくる。だからちょうど4歳ぐらいだったらちょうどいいですよ。まだ外の変なものをまだ受けてないからね、まあ、外読を、これからっていう、これからじゃないですか。その時にもうその外読をもう排除する生活を、そして少しずつこう親と一緒に手を合わせるっていうね、ことをちょっとずつ一緒に共有していく。そしたらね、いい麗しい親子関係になるよ。今そこにねおばあちゃんも並んでさ、お父さんも並んで総本山の階段の本堂の前でずらーっと並ぶ日がね必ず来ますよ。もう本当それだけでしょうがないよ。じいちゃんばあちゃんの時も生きてる時もそうやって並んだからね。孫4人、じいちゃんばあちゃん、俺と夫婦バーって一緒に行動して、総本山に家族で3世代でね行く、そこで大根の様に手を合わせるっていう、こんな幸せなことない。それをやりましょう。一歩進むことですよ。勇気を持って。ありがとうございます。